五右衛門の処刑、一要再報告が、石川五右衛門と、和子五郎氏、石川五右衛門文禄三年八月二十四日一節には、十二月十二日とも、は、安土桃山時代の盗賊の主張。文禄三年に捕らえられ、京都三条河原ので入り殺された。見せしめとして、彼の親族も大人から生後感もない幼児に至るまで、全員が極刑に処されている。 従来、その実在が疑問視されてきたが、イエズス会の宣教師の日記の中に、その人物の実在を思わせる記述が見つかっている。江戸時代に創作材料として盛んに利用されたことで、高い知名度を得た。安土桃山時代に出没した盗賊。都市部を中心に荒らし回り、時の遺政者である、豊臣秀吉の手勢に捕らえられ、京都三条河原野で一死と共に処刑された。 墓は、京都の大運院にある。これは五右衛門が処刑の前に、支柱を引き回され、大運院の前に至った際、そこで住職に引導を渡された縁による。石川五右衛門の命日は、文禄3年8月24日とする説と、12月12日と、する説がある。12月12日は、石川五右衛門の生まれた日だとする説もある。京都では、逆さ撮という風習があり。 これは、石川五右衛門が12月12日に処刑された、話により、12月12日を書いた紙を逆に貼った、ものであり、昔、泥棒は天井裏から忍び入ったため、お札を逆向きにし、泥棒からは12月12日と読めるようにして、あの天下の大泥棒でも最後は捕まってかませんに、されたということを表している。下記に、石川五右衛門に関する記述がある資料を示す。 資料に残された石川五右衛門の記録はいずれも彼の処刑に関わるものである。まず、安土桃山時代から江戸時代初期の20年ほど日本に貿易省として滞在していたベルナルディーノ・デアビラヒロンの記した日本王国記によると、かつて塔を荒らし回る集団がいたが、15人の党目が捕らえられ、京都の三条河原ので生きたまま油で煮られたとの記述がある。 ここに、イエズス会の宣教師として、日本に滞在していたペドロモレーホンが注釈を入れており、この盗賊処刑の記述に、この事件は1594年の夏である。油で煮られたのは、イクセカバ・ゴエモンとその家族9人いしは10人であった。彼らは、兵士のようななりをしていて10人か20人の者が、貼り付けになったと記している。また、の山品との日記。 時常狂気には、文禄3年8月24日の記述として、盗人、すり10人、また一人は、釜にていらる。同類19人は張り付け。三条、羽島の河原にて成敗なりとの記載があり、誰が処刑されたか記されてはいない者の,の宣教師の、注釈と一致を見る。また、時代はやや下る者の,の1642年に、編纂された、とよとみひは、 文禄の頃に、石川五右衛門という盗賊が強盗、追い剥ぎ、悪逆非道を働いたので、秀吉の命によって、前田玄威に捕らえられ、母親と同類20人と共に構入りにされたと記録している。以上の資料にはそれぞれ問題点も挙げられているが、石川五右衛門という人物が、安土桃山時代に都党を組んで盗賊を働き、刑で処刑されたという事実は、 間違いないと考えられている。また、俗本調津岩には、コロトシ、ユージ・イシカワ・ゴエ社一、アルセン・アルゴーとお触れとめ、確か、秀吉ヨ二レイ・前田玄一辺総一礼の、水保に石川はじめ、かつ今しめにその母並みどるい二十人元一二に、薩ツノ三条、河原はじめ、諸本調津岩とある。歴徴容器には、諸子大法院前田ゲニー、二族、 石川五右衛門並みその母及びその党212に札、宇さん城、川原はじめ、歴長陽気とある。出生地は、伊賀国、東東美国、河地国、丹後国などの小説があり、伊賀流忍者の抜け、おしで百地三代言うので死とされることもある。遠州浜松生まれで、真田八郎と称したが、河地国石川軍三内古底という以下により、 石川五右衛門と改めたという説もある。丹後国のこれ久知城を本拠とした豪族丹後石川氏の出であるとする説がある。石川氏は丹後の守護大名一式氏の過労職を務めていたが、天正十年、一式義貞の代の頃、石川左衛門の城周門は、橋場秀吉の暴略を引き受けた、細川藤高の手によって暴殺され、これ久知城も落城した。落城の際、 宗門の次男の五郎衛門が落ち延び、後に石川五衛門となったとする。このゆえに豊臣家を敵視していたと伝わる。これ久地上近辺には五郎衛門の姉の子孫が代々伝わっているとされる。また一説に、三好氏の新石川赤氏の子で、大官兄弟、三十人力を有し十六歳で主家の宝蔵を破り、万人三人を起量言作りの立場を奪い、逃れて、 諸国を放浪し盗みを働いたとも、前述以外にも、その生涯については、様々な説がある。江戸時代には、伝説の大泥棒として認知され、数多くの創作作品が生まれた。1776年以前成立の実録本、俗金ピマコト団は、石川五右衛門が大盗賊へ成長していく様子を、武勇伝のように描き、 五え門を正気味良い反逆者として描いた作品である。この、俗近ピマこと段の内容を転居として、歌舞伎、楼門53切りが生み出された。歌舞伎、楼門53切りで、五え門を、民国交換、そういける今日の維持とする設定は、洋曲、当選を参考にしたものである。また、南禅寺三門の場は有名で、キセルカ縦に、絶景かな、絶景かな。 春の酔いは値千両とは、小せい小せい。この、五右衛門の目からは、値万両、万万両、とセリフを回し、時生の歌と言われている、石川や浜沼佐子は、尽きるとも、世に、盗人の種はつきまじを、ましばひさよしとかけセリフで回した後、三門の上下で、天地の見えを切る。この場面の禁断運法に、第百日かつらという五右衛門の入れたちは広く普及し、 今日では、一般的な五右衛門像となっている。ただし、実際の南禅寺三門は武岩四年に消失。再建は、五右衛門の死後三十年以上経った、寛永五年であるため、五右衛門の存命中には存在していない。戒名は、通る千院両竹ことぶき完全城門。これは処刑された盗賊としては破格の極めて立派な戒名である。一方で、 彼の実際の行動について記録されている資料は少ない。反面、そのことが創作の作者たちの想像力と創作意欲をかき立てていることは間違いなく、彼に関しては古今数多くのフィクションが生み出されている。その他、ありがとうございます。